こんばんは、マスタートです。食べ過ぎだな、おやつの時間となりました。ではお祈りいたします。おやつを感謝してイエス様のお名前をといたします。アーメン。これちょっとカフェオレですね。はい、ちょっとあれよ、ここが切れましたので、カフェオレ、先に、これはナンバー沖縄のお土産です。はい、沖縄の私も沖縄ですけど、沖縄のお土産はあれかな、サーターアンダギーじゃなくて、これはあれ、マルボロじゃないかな、だからど忘れしたですね。チンスコが有名ですね。これは、紫、これは青色ですけど、色、梅のタルトですね。これは何ですかな、お芋の紅芋とか、チンスコが定番でしたけど、最近は、タルトですね、美味しいですね、甘くて、株式会社南方ですね、南方って、まあ、南で南方ですね、はい。初めて南方麺使わないメーカーですね。古月堂は福岡ですけど、古月堂はあれは長谷川芳生有名な漫画家の、あれは福岡の古月堂か違うかな、あれは何やろうか、古月堂あれは小倉かな、これ私もあんまり、こちらは、お菓子のメーカーはケーキ屋さん、酒屋石村万世堂、あまりお菓子はあまり詳しくないですけど、はい、ひよこがやったですね。ひよこもなんかいろいろ歴史があって、福岡飯塚となんか東京です。東京のひよこもなんかいろいろいきさつがあるみたいですから、ちょっと私もなんかひよこの歴史が、これはサブレですかね、いろいろ、北海道の麺って白い恋人、あれは昔ですかね、そういうのが定番でしたけど、あれは白のチョコレートかな、浅草のお土産を雷門とか、多分これ豆知識ですね、なんか笑ってしまいますけど、それぞれのお土産あれですね、県によって福岡だったらですね、明太もお土産ですね。
ろいろなメーカーがありますけど、明太の メーカーでも最初のメーカーもう度忘れしたですね。まあこっちで地場で言えばカバタとか、明太は福岡の老舗ってこうやってですかね、あれよありますね。はい、いろんなお菓子のメーカーですね。はい、チロルチョコってあれかな、全国版か、そういうのもチロルチョコ甘いのが、あ、長崎はカステラですね。長崎はカステラ、熊本は分からない、熊本は何ですかね、鹿児島で、あのお土産じゃないですけど、白熊がすごいですね。白熊、思わず北海道かと思ったら鹿児島のメーカー、あれでも福岡のメーカーだったかな、白熊って、そういう鹿児島でそういうイメージがありますけど、鹿児島の南の白熊ですね。アイスで言った。ちょっと今日は沖縄のお土産がありましたので、あれはタルトか、タルトはタルトかな。私もあまりお菓子のことはありませんので、間違ってたらタルト、ベニイモタルト、さっきのベニイモじゃなかったですね。これは何やったかね、味がいろいろありますね。はい、ザタルトスティザタルティからスティック、あ、違いますね。難しいですね。洒落たザ、テタタルタルティタルティタルトタルトスティスティックススリもう読み切りません。株式会社南方さんです。はい、美味しかったです。はい、教会館のお土産でした。教会のある姉妹のお土産でした。マサトです。マサトの、食べ過ぎだなおやつでした。明日お仕事ですね。はい、マサトのこの YouTube、チャンネル登録コメント、またいいねボタンとよろしくお願いいたします。また聖書を学びたいということも募集してますので、よろしくお願いいたします。次回の食べ過ぎたなおやつでお会いいたしましょう。マスターでした。仕上げです。パッションプロジュ。シャロム。